始まってた。お領事の皆さん、忙しい中ありがとうございます。おい、忙しくないよ。忙しくないから来てるよ。忙しい、忙しくない。僕1年生の時に4年生の卒コンのやってた先輩が4年間あっという間だよとか言ってて、キャンさんが確か言ってたか、確か言ってて、あんま長すぎない方がいい。なんかめっちゃ長いなと思ったらマジであっという間で信じられないぐらい早くて、ここに立ってるのがちょっとびっくりしたで、今日卒コンやるんですけど3部構成になってて、インストやってシーナリングやって最後ブラックやって終わります。いや、プレミュージックが39分くらいだったんですけど、多分普通に展開入れたら1時間ぐらいになるかなと思ってます。じゃあちょっとやろうかな。こちらやります。ありがとうございます。おいしい、頑張れ。おいしい、おいしい。4万まで払う、4万まで怖い、割と払える。むしろパパ活見てよ、頭に焼け出るよ。
は。ベースの交換です。本体が入場します。本体の入場。
Thank you.
ベース変わります。ちょっとここからブラック部をやるんですけど、ブラック部が6かな6曲あります。で自分が今までやった曲とか思い出の曲とか1年生からずっとやりたかった曲をしてやるんで、最後楽しんでいってください。マジで後輩うまいんで、すごいっす。でなんかもう誘いたい人多すぎて、もうなんか全員誘ってったらなんかもう16人とかになっちゃって、もう今ステージ乗ってんの多分15かな14かなっちゃって、もうなんか数の能力なんだってどこかな。最後まで撮っとこうかな、ちょっと喋るの。なんで？え？なんで？ちゃんと喋るの上手じゃないんで。喋れ。全部喋る。今まで5曲ぐらいやりますちゃんと。今から。じゃあちょっとはいやります。何やんの？
変わります。
Thank you.
毎回俺セトリ組むときにその最初っぽい曲とかこれ中休みの曲とかこれ5曲目最後っぽいなって思う曲とか結構やるんだけど、今回も本当叩きたい曲だけ羅列してたらこんなカロリー高めのセトリになりました。マジで疲れた。ちょっとどうしようかな。ちょっと喋ってもいいですか。喋ってもいいですか。やだ、僕のドラム始めた時の話と吹奏楽部の話とドリーマーの話なんですけど、小5の時に太鼓の達人をねやってたんですよ。太鼓の達人をやってて、その夏祭りの鬼を叩けるようになって、なんか俺ってもしかしてドラムできるんじゃないかと思ったんですよ。もしかしてドラムできるんじゃないみたいな思って親に頼み込んで、そしたらなんか勉強できるようになったら買ってやるって言われて、その時中学校で250人中200番とかで、でそれでまあ50番入ったら買ってやるって言われて、必死に勉強して30番ぐらいになったんで買ってもらったんですよ。この盛り上がる話じゃない。30番になったんだよ。でそれで買ってもらって、そっからずっとやってたんだけど、ほんと一人でずっとやってて、もうそれもうなんか YouTube で音源見つけては叩いてみたいな生活を繰り返して、ほんとなんか人と音楽やりたいなって思ってて、でずっと僕陸上部だったんですけど、そう陸上部だったんです。中学高1まで陸上部で、なんかその短距離です。盛り上がるんだね。短距離やってて、なんで陸上入ったかっていうのも、なんか周りの友達がみんな入ってるからみたいな、で吹奏楽部女の子ばっかだし、なんかちょっと人目気になるなみたいな感じで入んなかったんですよ。でなんか高一のある時点でなんかもう自分のやりたいことやった方がいいんじゃないかと思って、そう姉ちゃんも吹奏楽部だったから吹奏楽部好きだったし、で入ろうと思って陸上部の先生に泣く泣くお願いをして、めちゃくちゃ怒られて、それでもなんか通い詰めて朝練の時に、いや本当に僕音楽やりたいっすみたいな、もう陸上もう無理っすみたいな感じで言って、でそれ吹奏楽に入ったんですよね。でそこで本体とかそういう魅力に気づいて、でバンドも好きやったから、漁ってたらタワーオブパワーの動画を見つけて、そう高2ぐらいなんかジャズフェスティバルみたいな動画をめちゃくちゃ漁ってたんですけど、その時見つけてマジかっこいいなこれってなって、でナレオに入りたいなと思ったんですよ。そうナレオに入りたいなと思って必死こいて浪人して勉強したんですけど、これ受かんなくて落ちて、マジで最悪だなと思いつつ、まあ明治頑張ったなと思って入って、まあ、ブラックミュージカルできねえだろうと思ってたら、なんかドリーマーとかいうサークルがあってそう入ったんですよ。で新刊行ったらめっちゃ上手くて、もう先輩上手すぎるし、誰の見たんだろう、なんかあのチャスタのやつ見たんですよね。チャスタのやつを見て、なんかファンク企画かなんかのシンさんだっけな、あシンさんマーカスミラーも見たかな、なんか誰かのファンク企画やってて、ありがとうございます。なんかすげえうめえし、なんか音楽好きな人が集まるサークルなんだなと思って入って、最初キラチョンやったんですよ。キラチョンタカとやったん、そしてタカとか吉田さんとかでやってて、あめっちゃ気持ちいいなこれって思ってそっからそうね、もうマジで音楽漬けの生活になりました。大学はで本当にドリーマーにはマジでいい思いをさせてもらって、もう1年生の時からドラムにみんなに使ってもらって本当楽しかったです。先輩も後輩もそうだけど、
みんな誘ってくれて本当にありがとうございました。普通に企画だけじゃないし普段の遊びもいっぱい誘ってくれて楽しかったです、そうだね、なんだろうな、話したいこと終わったな。すげえ楽しかったです、マジでありがとうございました。ということでじゃあもうちょいやってもらおうかな。じゃあ次の曲やります。Thank you.
で、すみません、ちょっと現時点には言ってないんだけど、あと1曲実はあって。実は俺が最後じゃあちょっと後輩はこっちいやなんか泣かせに行ってるとかじゃなくてシンプルになんか後からこの曲が決まってなんかまあ言わない方がおもろいんじゃないかなと思ってそう言わなかった笑泣きやしない、そう、別に泣くとかじゃないんですよ。それはおもろい。それはおもろいな。ショウゴさん。めっちゃおもろい。びっくりしました。で本当にもう最後の曲みんな多分知ってると思うから楽しんでもらえたらなと思います。ありがとうございました。
あ、本日の卒業も以上になります。皆さんありがとうございました。明日も同じ時間じゃないそんな感じです。明日も同じような時間にやるんでよろしくお願いいたします。はい、以上です。ありがとうございました。本当に明日もよろしくお願いいたします。